サヤーさんサヤーさんは1930年から1932年頃まで営業ビルまで発生した繁栄独立農民運動の指導者、民間医療を実践する呪い医師であり仏騒でもあった。運動は彼の名前をとってサヤーさんの乱と呼ばれる。反乱は人頭税やインド人の氷菓子への反発、世界恐慌が 原因にある米価の下落による農村の困窮といった経済的な要素が原因であるが、仏教思想に基づき王国建設を目指すビルマ的特徴を持つものになった。出生名はヤーチョウ。出生地はタブアン軍区の大栄館村。父親の名はウー・チェー。母親の名はドーペーってある。サヤーさんが生まれたシュエボ地方は1752年に、 ビルマに成立し1886年にイギリス帝国に組み込まれたコンバウン王朝の溶乱の地であり、民族主義かつ王政主義の考えを持つ者が多い地方であった。サヤーさんは1876年10月24日の生まれ、本名はヤー朝である。両親の名はウチェとドーペットイー、大液館という農村に5人の子供と一緒に暮らしていた。 当時のビルマノーソンの子供の例に違わず、ヤーチョウは幼い頃から村の寺で勉強して仏教の教えに触れ、その後も二十歳頃まで近隣のハッポハム総院で学んだ。ヤーチョウは畑を耕して身を立てるよりかは敷物や籠を作って売った方がいい暮らしができると、シルヤ、イナやウガコングイム村を去った。その後、マケイという女性と知り合い、 コーポシンとマザインという名の二人の子供を設けた。暮らし向きは良くならず、野鳥はゲビルマのモールメインに移住した。そこでは開墾が行われており、働き手を必要としていたからだった。野鳥は同地で大工として数年働いた後、占いや治療に携わる呪い医師として成功した。野鳥はこの時期民衆に伝わる病気や、 怪我の治し方に関する論説を2編書いており、その中で西洋医学の権威や効果について疑問を呈した。サヤーさんがこうした民間医療者から政治運動家へと転身した経緯についてはあまりはっきりとは分かっていない。一般的に1920年代に有、総定員率いるビルマ人団体総評議会に参加したのであろうと考えられている。サヤーさんは まもなく村の代表になり、その後、同政治組織のモールメイン支部代表になった。1924年に G. 芝の年次総会で、45歳のサヤーさんは、ビルマ農民の生活実態を調査する委員の主席に選出された。1930年の12月末頃、サヤーさんは、農民一揆を起とし、結社ガロンを組織した。彼自身は、イギリス人の侵略者を知り添け、 人心を一つにまとめるため、かつてのアラウンパイアーのように王を名乗った。反乱はすぐに植民地当局に察知され、イギリス軍が鎮圧した。一機軍は崩壊し、サヤーさんは東方のシャン高原に逃れた。1931年8月に当局に、方法で捕まり、ターーヤーワディへと移送された。特別反乱法廷が開かれ、サヤーさんは反逆罪で有罪となった。 この時、サヤーさんの弁護を引き受けた、弁護人としては、バーモーやウソーがいる。1931年11月28日に、サヤーさんに対して、公式刑が執行された。1906年に描かれた、ビルマの神々を示す図。左から2番目がガロン。サヤーさんが組織した結社の名称、ガロンは、インド神話の神取、ガルダを意味する。また、サヤーさんは、 決期にあたって、スパンナカガルラ・ラージャの称号を名乗った。サヤーさんは、ビルマ農民に浸透していた、民間信仰や仏教などのモチーフを利用するアプローチで、民族主義運動を展開した。ブリタニカ百科事典は、サヤーさんの繁栄独立農民運動が、真のギワ和団事件に類似することを指摘する。放棄した農民らは、イギリス軍のマシンガンの銃弾を通さないようにすると、 信じられたゴ符を持ったり入れ墨を入れたりし、ナタや槍で立ち向かった。ビルマでは、ゴ符や所定の宗教的儀礼を媒介に、魅力物から法力を授かった戦士は、ウェイザーという超人になり、無敵の存在になるという信仰がある。スピロによると、魅力物より超自然的な力を授かった戦士らが、二ツの教えに基づいた王の支配する国を建設するというロジックは、 ビルマの歴史において王朝交代期に何度も繰り返されてきたものであり、サヤーさんの運動における当該ロジックが最もよく知られてはいるものの決してビルマ氏において特殊なものであったとは言えない。サヤーさんの運動はビルマ人の知識人エリートにはその前近代的な側面が戸惑いを持って受け止められたが、ビルマ社会の大多数を占める農民には広範な支持を得た。 1920年代には、仏騒のウーオッタマが、ビルマ社会の内側に留まらない国際的で、普遍的なメッセージを伴う独立運動を試みていたが、サヤーさんの運動ほどには盛り上がらずに終わった。ソロモンによると、サヤーさんが伝統的な価値観や信仰を常に強調したがために、運動は一定程度以上のモメンタムを持ちへ、 運動の全近代的な側面は1930年代のビルマ社会の改革を成功させるための現実的な選択の結果であった可能性がある。王国建設を目指すタイプの植民地独立運動は、サヤーさんの運動が最後になり、以後、ビルマにおいて王政、王政を施行する運動が見られることはなくなった。ありがとうございます。